アレチネズミアカ、アレチネズミアカ、アレチネズミアカ、ジャーベライニーは、ケッシメネズミカに含まれるアカ、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、チューブ。大きさは、インドオアレチネズミの体長15から20センチメートル、オナガ16から22センチメートル、体重115から190グラムから、小人ア足アレチネズミの体長6.2から7.5センチメートル、 おなが7.2から9.5センチメートル、体重8から11グラム。中耳が発達し、獲物の羽ばたきなどの低周波音も察知できる。水分の発散を防ぐため、汗をかくことができない。排泄物もできるだけ腎臓で尿を濃縮するなど、なるべく水分を排出しないようになってる。分類は、MSW3、マーカルトン、2005、和名は、 今泉、1986に従う。砂漠や草原、サバンナ、ステップ、荒れ地などに生息する。主に夜行性で、昼間は地中で休む。寒冷地に分布する種や陶器には昼間に活動することもある。植生は、多くの種は植物食で、植物の葉、茎、根、果実、種子等を食べるが、昆虫、陸生の貝類、 小型爬虫類、小型哺乳類を食べることもある。英語通名のジャーブルは、一般分類名のジャーベラスより、ジャーベラスの語源は、アラビア語のジャーブ、ネズミと、ラテン語のイーラッセ、小さなより、110種が存在し、そのうち、約80種ほどの生物が砂ネズミ、ジャーブル、ジャービル、ジャードの名前を冠して変われる。ペットショップで、一般的に、 砂ネズミとして扱われる通称モンゴリアン、ジャービルの学名は、マーヤニツアングウィーキアラダス。この種は、天敵の少ない土地の原産のため、中高生である。ただし、日中の最も暑い時間帯と、夜間の最も冷える時間帯は巣に戻り活動を行わない。その他、およそ10から12種ほどのマーヤニツ族の砂ネズミが、一般的に、 ペットとして扱われる。生物界で最も分布域が広いとされる種は、リビアスナネズミ。生体の大きさは、どの種も小さく80ミリメートルから300ミリメートル程度。ただしロンバミスオピマスのみ400ミリメートルを超える生体となる。一般的にスナネズミとして飼われるマーヤに続くは、比較的大きく20ミリメートルから300ミリメートルほどになる。 種もある。野生の環境と異なり、人に飼育された環境では、近隣種との交配が積極的に行われている。特に、マーヤに続くの種は、研究機関ではない一般の飼育環境でも、積極的に交配が行われ、新しい種とも言えるものが多数存在する。また、これらの組み合わせの多くは、有種ともに繁殖能力を持つことが多い。 砂ネズミの中で最も有名な事例は、イギリスで買われる通称、ショーエス・ジャードであり、これは、本来の通称、ショーエス・ジャードである種と、通称レビーンジャードと呼ばれる種を掛け合わせた遺伝子を持つ。また、通称ジャービルと呼ばれるものでも、通称パラドジャーブルと、通称チーズマン、エス・ジャーブルと呼ばれるものを掛け合わせた種が、イギリスでは広く扱われる。また、 最も一般的なペットショップのモンゴリアンジャービルも多くの品種改良が施されており、本来の野生の種であるモンゴリアンジャービルとは全く同一の遺伝子を持つとは言えない。英国でモンゴリアンジャービルと並んで飼われる賞、S ジャード日本では別名でエジプトスナネズミとも呼ばれる。スナネズミ、ジャードとして飼われるもう一つ代表的な種である。 モンゴリアンジャービルの親戚種と並び、人に慣れやすい性質を持つ。また、モンゴリアンジャービルと違い、同志間の殺し合いは稀であり、そのために人気が高い。野生種のマーヤニツ・シャービーは、エジプト原産のジャーブル、ジャードである。ただし、ペット種は、近隣種であるリビアスナネズミとの交配種が、英国などでは多い。い一般的に、ペット種の小、エスジャードで、 繁殖力の弱く、攻撃性が強い個体は、マーヤニツリビカスの性質を強く受け継いだものとされる。リビアスナネズミは、北サハラ砂漠原産のスナネズミで、性格は、他の一般的なスナネズミマーヤニツシャーウィー、マーヤニツアングウィーキアラタスなどに比べ、好戦的である。また、非常に、テリトリー意識が強く、テリトリー内に入った個体をオスメス問わず攻撃する、ことが多い。 モンゴルリアンジャービルと同じく中高生であるが夜間も活動する。分布域は繁殖力の低さに比べて広く、サハラ砂漠域からアラビア半島、パキスタン、中央アジア域までこの種と見られる砂ネズミが分布する。分布域だけなら最も生物界で一般的な砂ネズミと言える。マーイアニツ種内では 比較的小柄な 150mm 程度の大きなを持ち、外見からペットとしての人気は高いが、繁殖力の低さ、なかなか有志の相性を合わせが難しく、相性があってもなかなか交尾を行わず、生まれても一度に3から6匹と懐かせるのが、比較的難しいために、繁殖力を向上させ、性格を和らげた、医種との交配種、蒸気の小 S などが、 ペットとして人気がある。日本で積極的に繁殖されている通称ファットテールはペットとしては比較的新しい部類に入る。他のジャーブルとは異なり、生物学分類上はパキオラミューナア族を独自に構成する。ジャーベリーに族内では単種でア族を構成するデズモディリスカス・ブラウリーと並んで特殊な存在と言えるが外見が 他のジャーベリーに属と大きく異なるのは、この種のみである。サハラ北部原産であり、繁殖地は、平地の緑が点在する、ステップ、砂漠型の土地。ペットとしては1990年代から飼われたものであり、学術資料も少ない。最大の特徴は、太く膨らんだけのない尻尾であり、そこに、ラクダのように栄養を蓄える。雑食であるが、 動物性タンパク質を好む個体が多い。また、短期間、仮冬眠に近い行動を取ることもある。繁殖行動は、他の砂ネズミ種に比べると、非常に賑やかな音を立てる。昼夜とも行動する。また、おとなしく人に触られても拒絶して噛む行為を、そこまで行わない。また、手に乗せられた場合おとなしくなる個体が多いため、人気がある。 最初のペット種の毛色の変異、チンチラ、または灰色は日本で報告された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。